それじゃあカウント始めんぞ。ごめんごめん。4、3、2、1、ゴー。始まったぞ。上り高出力の 3VF 制御車同士だからな、誘導障害がビンビン来るぜ。すんげー迫力。カットビヒルクライム。標高差数メートルだけどな。今まで見たことない光景だぜ。ヤバすぎるよセブンスターリーフ。決して軽くはないニュースカイだけど、それをぐいぐい引っ張り上げる心臓をこいつは持ってる。ヒルクライムパワーだ。よし先行してる。頼むぜ可愛い、そのまま逃げ切れ。アツロ、俺たちが相手にしてるドライバーは途方もない相手だぞ。格の違いを思い知らされたぞ。勝ち目はないかもしれねえけど、地元の意地を見せてやれ。それにしてもすごい奴らだぜプロジェクト D。 こいつらにはオーラが。あ、腹たま、気をつかま。さくら先生、ストレートの伸びが結構痛む。沈む時はパワー出てる。問題はそのパワーを俺だけ使えるかだ。はえはえ、入れしたとも。よし、いける。トールが言ってた通り、自分の走りを見失ったら命取りだぜ。ノッチオンの時間を少しでも長く、軌道の上ではセオリーを極めたやつが一番速い。派手なドリフトもアクションも不要だ。俺は俺の走りで行く。クレイジーなツッコミとドリフトのド派手な末付きトルと比べると、河合のグリッツ走行は一見地味に見えるけど、確実にタイムを削り込んでいく理論派だからな。河合はこの先の直線区間に飛び込んでしまえばアドバンテージを広げてフィニッシュだ。ところでお前、なんで3コール売ってんの？なぜかセントレアで売ってたんだよ。青山もいまいちだし。抜けるもんなら抜いてみな、2枚目の坊や。見切りになるな。あんたの走りは見切った。藤原と同じ手は使わない。サーカスは藤原に任せておくぜ。俺は俺のやり方で行く。次のエースは俺だ。ふやけたコーナーリングしやがって、ちっ、面白みのねえ走りだぜ。パワーを生かして開けられる区間だけきっちり開けていこうってことだ。タイムアタックでタイムを詰める理屈を一応知ってるやつなんだ。だけど軌道の詰め方はそんなにシンプルじゃねえぜ。俺に言わせりゃその走りは甘い。
ストレートだけで開けるなら若でもできる。こっちだってお手に理論派の兄貴にしごかれてきたわけじゃねえんだ。見せてやるぜ、高橋涼介直伝の本物の最速理論を。わかった、現在地は西の淵あたりだ。苦戦してるのかな。いくら圭介でも仕掛けるのは難しいかな。意地でも仕掛けていくだろう。あいつの性格考えれば、冬の間あいつには勉強させたからな。ちゃんと座らせて。圭介が勉強？はい、掛け算21が2、これバトルに関係あんのかよ。28、2号10、遅い。ああ、解け、早く解け。プリンを黙って食べたのは俺です。よし、いいか圭介、今日はこれを教えよう。早く教えてくれよ兄貴。あいつは別に頭が悪いわけじゃないんだぜ。入ってないだけで今はかなりのところまで理論を理解できているんだ。入ってなかったから格段に進歩してる。あのミュースカイは今のケイスケが手こずるほどの相手じゃない。立ち上がりのパワーはこっちが勝ってる。ストレートは俺の方が伸びる。何かやるつもりなんだろうが、コーナーで仕掛けてくるのは無理だろう。このまま新マイクを過ぎれば常滑戦最長のストレートだ。よし、勝てる。このバトル必ず逃げ切れる。分かってねえな、タイムアタックをやってるんじゃねえんだよ。どのコーナーも同じように攻めていたらダメなんだ。ここ一番の立ち上がりのために捨てるコーナーもあるんだ。俺たちは今バトルをやってんだ。相手より1ミリでも前でゴールした奴の勝ちなんだぞ。開いていく。トップスピードは向こうの方が伸びてるんだ。コーナーで抑えきれず、ストレートでも追いつけないんじゃ、もう俺に勝ち目はない。根本的にレベルが違う。トール、みんな、すまん。かわいい、仮眠終わりだぞ。おう。よし、行くか。新幹線に乗るんだけど。快速特急か特急で、名古屋駅で乗り換えです。ちょっと待て、負けたら乗務を外れる約束をしたのはトールだろ。